じゃあ今日の夕飯です。今日はサバの塩焼き、味噌汁、つけつぼすけ、チーズ、トマトサラダ、そして大根おろしですね。それではいただきます。大根おろしをのっけて、もう上手です。そうだな。やはり美味しいな。そして、トマトごはさん、決めましょう。うまっ。まあ今日はですね、税務署に行って確定申告の修正申告というのをやってきました。去年もらった税金徴収方法が間違ってて、新しいのを送りますと言って、1週間くらい前かな、それをやっておられたんですよ。でももう確定申告だったっていうから修正もう一回しなきゃダメなんで言っていたわけなんですけども、ちょっと一味あるんですね、税務署まで。まあ今日は暖かかったし、気持ちのいい感じするわ。ね、会場に着くとすごい人が並んでるんですよね。だいぶ待ったかな。またね、ね、ようやく順番が回ってきて、報告することになったんですけど、担当者の人が「これは何ですか？これはどうですか？」って聞くんですけども、僕に聞いてこないんですよ。全部嫁さんの方に向かって嫁さんに聞くんですよね。でもそんなことは本人じゃないと分かんないんで、それはですね、って横から話に入っていくんですけど、まあ多分僕がこんな声してるから聞き取りにくくて嫁さんに代わりに聞いたんだと思うんですけど、これは3月の手術早くしないとダメだなと思いましたね。結構手術はどうかわかりませんけど、しいですね。まあ、もう少しだけいいんで、声が出るようになればいいんですけども、僕の場合は正罪動かず神経がもう無事閉鎖してますから、だから難しいんですよね。いや、手術も特徴がついてやる予定です。まず嫌いなんですよ。もうなんか、今切ってるとか縫ってるとか分かる、感覚で分かるんで、痛くないようにしてほしいんですけども、がんの手術で喉切った時に、まあ失礼なんですけど、その後放射線浴びてるんで、放射線治療してたんで、皮膚がもうもろくなってるんですよね。で、縫ったところがスライスしちゃって、もう穴が開いちゃったんですよね。そのせいで主治医は麻酔なしで3回飲みました。人生で一番痛かったですね。麻酔なしで飲むってこと。そうですよね。怖いんですよ。本当ですね。全身麻酔から冷めた時は、どこかが、体のどこかが痛いんですよね。夏祭りはまあだんだん冷めてくるって感じなんですけど、もうね会話とか先生の会話とか聞こえてくるからそれはそれで怖いんですけど、まあこれが良くなるように頑張ります。サバが大好きなんですよ。もちろん焼きそば味噌にありますけど、その他にもサバ寿司とかバッチラとか何も好きですね、サバは。うまい。スープ会社もうまいな。 이렇게 해서 가느냐. 새콤 무스가 나오니까 네. 쌈맛이 뭐 쓰는 거죠. 새콤 무스가 쓰고 사라다가 사실 멋있고 좋아해요. やっぱり食べる限りはね、それを食べることは大切なことですね。うん、まあさ、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。